地方国立大学の情報研修士2年男です。えー、就活で全落中して6月から再スタートしています。学部時代に学会発表等で地道な努力をした経験を伝えても、早期離職のリスクを感じたと言われ、6月以降も通りません。一つのことを続けるより新しいことに挑戦したいと伝えていることが理由だと思っています。しかし、死ぬ気で内定にこびるのは9月以降かなと考えています。周りが内定を持っていることは気にならないのですが、早めに内定にこびた方が良い,いでしょうか。えっと、受かりたいんだったらこびてください。 あの、要は、その、正しいこととか、こうするべきとかって、割とどうでもよくて、あの、会社って、媚びてくるやつとか、使いやすいやつを結構採用したりするんですよね。なので、今、媚びといて、会社受かってから、自分のやりたいことやってください。あるいは、あの、こびまくって、もう言われたこと何でもしますって言って、正社員として就職した後に、いや、それやりたくないっす、やりたくないっすって言っても、会社って、人を首にするのすげえ難しいので、結構、首にならなかったりするんですよね。 なので、あの、とりあえず内定を取るまではこびて、あの、入社の日までは我慢してください。